こんにちは。こんにちは。はい、またお二人でね、来ていただきました。よくゴルフでも、ゴルフって精神的なスポーツじゃない？だと思います。溜まったボールに力を与えますから、ね。そうそうそう。技術でしょ。あ、何言ってんの？技術でしょ。それはその精神的なものは本当最後の最後であって、やっぱ技術でしょ。僕まあまあメンタル派やと思う。メンタルも分かるよ。メンタルの人、いやメンタルも分かる、はい、それはある程度上回ってくらいやろ。100切ってからのメンタルとかあるけど、100以上経ったことメンタルもクソもない。いやいや、お前メンタルもクソもないって言われました俺ら私たち、いや100切ってるじゃないですか。どうそれはね、いやちょっともうちょっと低く言えよ、100切ってるってでボギーゴルフよりはうまくいってほしいですよね。もうええ加減、まあまあまあ、お前何自分だけ70代みたいな面すんなよいやなんか俺ら、いやゴルフはだってスコアのスポーツでしょ。俺らは曲がりなりも80代だから、それでいいじゃないですか。だからメンタルだからなんで技術がないとかな。いや技術があってからのメンタルでしょ。メンタルさえ良かったら上手くなるって思っちゃうじゃないですか。技術があるからいいスコア今日も80代出たけど、それだからメンタル分かるよ。はい、でも技術がなくて140叩く人に、こっちで分かるよって俺は分かんない。140叩く人にメンタルでも分からないでしょ。いやお前140叩く人にメンタルボロボロやで。でもいやなあ、いやいや楽しく待ってるの。ちょっと待ってくれ、お前俺が140打ってるみたいな感じ。打ってた時はありましたよ。140はないぞ。その半あのハーフで厚木国際で見ました。覚えてるやろ、はい、俺プロ野球俺がまだ引退されて1年か2年目よ、はい、忘れない服装ニッカポッカみたいなねおしゃれな服装着たわいな、はい、ほんでハンチングみたいな。覚えてる、覚えてます。ほんで前半63やね俺びっくりしたもん。あの時ハーフ終わって、あの東屋みたいな、人のことはよう覚えてるな。東屋みたいなところで片岡さん本当におしっこちびったんですよ , 笑いすぎて、あかんあかんあかん言って僕成人男性がおしっこちびったの初めて見たんですよ。で豊さんはもう60以上打ってんのに、ちげしょうちげしょう顔真っ赤っかや。みんな63、60ぐらいで、ちょっと待って、ほら俺のチャンネルやから。123打ってな、それから神宮で解説やったんやって。ほんなら辰巳がね、中日戦やったんや、ヤクルト中日で。辰巳が「あちゃん」って「お前今日何かやったんか豊さんに言うたら、なんでや」ったら「あの人今日顔真っ赤っかにしてる怒っとったで」言うて「なんでやねんあのボケ、ほんま口でさ、俺の口であの悪だった」みたいなこと言うてるから、「お前123やぞ」ってどうやって悪なんねん言うて。あの時豊さんが、まあ、私たちのプライベートの一番の遊びゴルフで、右で打とうか左で打とうかものすごい迷ってる時、迷ってる時スイッチ行ったよ、スイッチ行ったやで。お前調子のさすからだ、お前左でやれとか右でやれとか。あんな、ほんで左でやれた、だって3割8回打ってる人がね、はい、あの止まったボールをさ、ある程度ねセンターラインに打てると思うやん、まああいう釣れると思いますよね。ゴルフも広角打法やん、はい、ビヤー言う。一回ね、キャディーさんがね、だからわざわざキャディーさんが話が違う、ちょっと待ってください。だからキャディーさんがね、ユダさんここ帯はって言ったのよ。左帯あるって言ったら、キャディーさんないって言ったのよ。左帯ありませんって言って、で左打って帯やって分かるんや絶対いかへんように打ったわけキャディーさんもびっくり。あ、そんなところ誰も打たないんで、もう帯なんて ないですよって、ここは大丈夫ですって言ったら、左バーン打ってん、ピコーンで、キャディーさんも必死で探してたけど、すいません、あ、帯ありましたよって、ボールちゃうで、帯ありましたよ。いや、だからキャディーが悪いじゃん。キャディーさんもそこに打ったお客さん今までいなかったいなかったと思いますよ。いや、それは何が起こるかわからないじゃない、だからスポーツなんてな。あの球場で言ったらさ、ホームベースから三塁のファールグラウンドのベンチ上に打つような感じよ。センター打たなあかんのよ。センター打たなあかんのに、いや、もうちょっと角度はあれだな。ほんでその打ち直しがさ、また一塁ベンチやん、バチーンってそりゃ気持ちはわかるやろ。わかりますけど、あんなに手首が後ろから見てたらさ、手首がこう入るわけ。いや、だから3割打ったっつうんだよ。そういうこと、ね、そういうことですね、うん、いや、それで今日はちょっと一発のことに、はい、ね、ちょっと聞きたいことが山ほどあって、まあガンちゃんも一歩持ちあったな、経験者です、はい、未だにいますなあ、どっかで野球やってる人の中で一歩で悩んでる人ってたくさんいると思うんだよ。大半じゃないですか。大半かな。僕は大半だと思うんです。俺全くないんだよ。あ、お二人ないですよね。ない。これあのちょっと参考までですけど、決意型聞きたいんですけど、 B ですよね。 A 全部忘れてくださいお前は。僕も A 型です。いや、俺全部忘れてください。俺全く投げることに関しては不安がなかった。あ、うん、僕もないです。
お前は高校時代1200球投げたからだからそんな一発になってる暇なかったですよ。そうだよな。でもそのなる瞬間ってあんの？瞬間もそうですけど、僕思い返せば幼い時からです。あのいい時と悪い時とバラバラで、まあ自分で自分を操るのが下手くそやったんですかね。それお前はなんかガンちゃんは絶対ならないような感じがするけどな。あでももうものすごくもう点でバラバラで、もうボールの重さもわからないぐらい、もう自分の腕が何してるのかわからないぐらいに頭の中がもうコンフューズもいく。ガンはこう見えてロッカーとみたいな A 型ですよ。めちゃくちゃ綺麗ですよ。だから A 型に多いっていう話なんですよ。だからあのめちゃくちゃ綺麗に整理整頓、超綺麗好き、こうやらなきゃぐらいの決め事を持ってる人間が一つずれたら回路全部壊れるらしいんですよ。で結構大雑把な B 型の人はああもうこれでええやろみたいな、なんか反応あるみたいな。 B と O はそういう人が多いです。でいや俺はねロッカーはねめちゃくちゃ汚かったの。新手の A 型です。いやただ道具だけは大切です。あでやっぱボール取るにしてもきっちり取らなきゃ気が済まないタイプ。あとはねそこに神経使うでしょ。だあとはどうでもよかった。スーパーアスリートですよ、その切り替えできる人。うん、あそう。はい。いやゴルフでもこれ統計出てまして、うん、一時チャンピオンになるゴルフはバーって見たらやっぱ B 型と O 型圧倒的だったんですよ。いや B 型今日のお前あっちゃん見てたらもう確実に B 型だよな。自分の世界しかない。よう今なんかそれ僕自分勝手みたいなね、僕空気読めんやみたいな言い方するんですけど。いや違う違う違う。ゴルフは個人のスポーツだよ。周りに気を使うスポーツじゃないじゃん。マナーは大切だよ、うんうん、マナーね。だから、うんうん、ラインにねあのマーカーあれやったらずらしてくれっていうことですよ。聞いてたでしょモラルって。お前なんか俺の悪口ばっかり言ってるけどさお前もお前お前どう思った今日あれ、俺がバーディー入れたやろはこう、はい、あれはすごかったです、はい、いやそれじゃなくて 今聞くと結局はバーディー言いたかったんです。うーんそうかな。そうかな。でもあの時あショートですよね。じゃあちょっと待てお前もうなんか野球のイップスのことだ。そうそう、はい、そうそうじゃないんだよお前が話ずらい。いやでもあのゴルフのあのパッティングって、うん、ピッチャーのコントロールのあのイップスとよく似てます。はい、やっぱりここでそこにしっかりと収めなきゃいけないと思った時にカーッと頭の中で計算したものが始動しないんですよ。スタートできないってこと。はい、いや投げるのでもさ、いやそのピッチングだったら分かるんだけどさ、フィールディングでもフィールディングって動いてるじゃん。はい、だけど投げれないの。あフィールディングの人に聞くとフィールディングで取ってすぐだったら投げれるんですけど、パッて考えた時に、まあ、うん、あもうこっから出てこなくなったっていう人はたくさんいます。それどうやって克服するの。僕はあのまあ今でも目つぶっても字書けます。でよそ見しながら話しながらにも字書けるっていう、幼い時から文字を書くという動きがもう技術として備わってるじゃないですか。それをパッと見つけた時にあ自転車も10年乗ってなくても10年後に渡されても乗れるなとか、もう身から離れない技術って人は持ってるじゃないですか。それぐらいボールを投げる動作を身につけさそうと思って冗談抜きで1日1000球ぐらい投げました。はい、もう1000球ぐらい投げましたね。はい、日中400、500投げて夜600ぐらいもう普通に投げました。でそれで目つぶっても投げれる投球を身につけようと思ってものすごい取り組んでました、ね、それ言ってたな。目つぶっても投げるようなバランスとかそういうの、はいはいはい、ほんで僕ファームで久しぶりに登板した時に本当に目つぶって投げました。だその辺でバッター打ってくれたんですよ。カーンってそのサウンドとアウトになった現実が徐々に徐々にピッチャー感覚徐々に昔のパソコンじゃないですけどデデ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 デのパソコンよく知ってる。いやもう昔のパソコンも Windows ミレニアムとか全然だったじゃないですか。もう裸早く見たいのになかなかもうこっから行かないんですよ。ビーチク見えないんですよ。ガンさんほな一回サイルスに変えて、はい、あれも今となればね、はい、あの経験も良かった。それでもあれ無駄と思う。いや良かったと思います。あれやっぱりあれで良かった。はい、なあピッチングコーチに言われたんだよな、はい、上から投げてもあかんからちょっと横にしてみて。そうです、フィールディングです。あの高橋和美さんです。あの僕上から投げると全然タイミングも合わなくてコントロール悪いのに、フィールディングでこうやったらなかなか器用だったんですよ。もうちょっとこうマウンド立って、はい今からボール投げるから取ってすぐキャッチャーに投げろ、サイドハンドだぞフィールディングだぞ、はいビョって投げたらキャッチャーみたいにパーン、久しぶりにキレのいい音聞いたんですよ。わなんかええ感じと、ピューピューだんだんピッチング近づけて、でピッチングしたらお前それピッチャーらしいから続けなさいって言われたんですよ。そっからです。ほんで
久しぶりにボールの重さを感じたんですよ、手で。で上から投げてる時で感覚は全くないの。あのイップスで襲われてる時は感覚ないです。あ、そう。はい、怖いっていうの。それは怖いじゃないの。人に見られる怖さもそうです。その後にやってくる結果も怖かったです。なんか照れとかもあるの。やっぱプロとしてさ、このストライクがうまく投げれないと操れないっていう人に見られて恥ずかしいという照れもやっぱり。もう恥ですね。それもやっぱある。うん、もう照れじゃなくても恥しかないです。赤っ端の方です。だからもうマウンドを立った瞬間からもう不安なの。キャッチャーこんなんです。めっちゃちっちゃいです。ああそう。体動かないです。よくじゃあさ、あの言葉でしょ、バカになれとかアホになってやれって言うやん。はい、あれもやっぱり一つそのアドバイス。いやでもそのアドバイスくれた人いて、僕全員に言ったんですよ。僕全然ボールの重さ分かりません。皆さんが言うモグラ殺しあります、ヒバリ殺しあります。言ってたな。モグラ、ヒバリ殺しな。叩きつける。ほんまに言われました。あの抜けるんだろボール。はい、抜けたらヒバリ殺し。叩きつけたらモグラ殺し。何匹やっつけてもいいから投げてこいって言われて、ちょっと心をちょっと楽にしてくれて、ほんでピッチングマウンド立つとやっぱ投げれなかったんですよ。ほんでやるときに、あちょっとホームベース行ってセンターまで思いっきり投げてきて、はーい、バーンってバックスクリーンゴーン投げれたんですよ。もう思いっきり投げるの、思いっきり投げるのは、はい、ほんでマウンド立ったら、お思いっきり投げれたやろ、もう助走つきて思いっきり投げてこいとか、みんなすごく協力してくれました、はい。まあ、その時キャッチャーが片岡だったらよかったな。でかい、こんなのが。でも結局はその選球投げたってやっぱりその数で質より量で覚えたってこと。そうですね、反復です。それがやっぱ一番か、反復か一番です。反復したことが身に備わったもう技術になってます。いまだにボール握ってこうやったら投げる動作ってできるじゃないですか。だからさ、サイドに変えたやんか、はい、でそのサイドからなんでまたちょっと上げたの。あ、これはね、感覚が戻ったの。あ、ボールの重さを感じてるときに、うん、お前の体力見たときにサイドハンドがもったいないって言った方がいたんですよ。いや、そりゃそうだよな。はい、いや、俺もピッチャーで入ってるから。いや、俺も日本ハム行ったときにさ、ガンちゃんが一番最初に挨拶来てくれて、山本ですとか言って、うん、だから それからちょっと、あ、山本っていいやつだなとか思いながら注目してたんだけど。なんでその一番に行ったの。いや、あの、いやいや、ちょっと話聞けよ、お前。話の故障あるわ。いや、なんで聞いてる。ダメですか、お願いします。いやいや、それで、はい、すぐ横になったんだよ。横になりましたね。ああ、でぶっ最後だったじゃん、はい、でなんでこんなピッチャーがタイミング合わずぎっこんばったんだったんですけど、だからボールの感覚はあったんですよ。いや、だからなんでこんなブサイクな投げ方してんのかなとか思ったんだ。だからその僕の持ってる体力が全然生かされてないので、大石清さんという阪神から来られたコーチの人が、もったいないからちょっと来いって言われたんですよ。で、まあまあいいやと、お前横投げ、まあいいよ、もうどんな経緯があるか、まあそこそこ聞いたけど、ちょっと来いと。俺の手に肺が止まってるから、お前、よく言うな、はい、肺叩きでやっつけろって言われたんですよ。で、僕こうやったら、ダメ、え、ダメ、え、どういうことですか、お前こうやったら肺すぐ逃げるだろ、うん、まあ、本当に早やっつけるときどうするんだと思って、それがインパクトだって言われたんですよ。目から鱗ボロ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 。ほんでもうどっから投げてもいいから、ハエ叩きでハエをやっつけるようにボール投げてみろって言われて、プチッてやったらスピン効いてた球がキャッチャーミットにターンと収まって、それがなんかこう、そっからです。なんかそっからか、はい、そっからです。東京ドームのブルペン、それが93年4年ぐらい、4年ぐらい、95年の春です。はい、94年は1年間僕サイドハンドやってたんですよ、うん、はい、なるほどね、はい、まあ、ちょっとしたきっかけやな。そうですね、うん、でその目から鱗の時に、その 4,5 年遡ってルーキーイヤーからいろんなコーチに教えてもらってました。でもなかなか理解できてないことまで全部回答です。あの人こういうこと言ってたんや、うん、もうその理解がうわーっと増えた時に様になりました、ピッチングの。何かきっかけが、いいきっかけをつかむといいということだな、はい、はい、